はい、お世話になってます。ハルハルチャンネルです。はい、今日もスキマバイトシリーズね、動画1本出したいと思います。今日はですね、行ってきた現場はですね、餃子、もつ煮、皆さん食べますよ、餃子ともつ煮。これの自販機の、そういうの見かけません？無人で餃子ともつ煮を販売するお店。人間がいなくて自販機が置いてある。そこの案内業務をね、私やってきたんですよ。これちょっと1本で動画出したいと思います。新しい店舗なんで、普段は無人なんで、新しく開拓された店舗なので、そこの会社のスタッフが来て、案内業務をする自販機の使い方とかね。で、購入者にはなんか簡単なものをあげてましたね。はい、それ話したいと思います。これ場所がですね、国道沿いなんですよ。見かけませんか？皆さん住んでるところに、そういうところ。なんか突然なんか、これ会社名言っちゃうと分かっちゃうんで 言いませんけど、国道沿いにある、もともとなんかね、ちっちゃいね、なんかラーメン屋かなんか飲食があったところなんですけど、駐車場がなくて、3台ぐらいしか置けなくて、ね、そこなんか居抜きで入ったみたいなんですよね。関東の某所です。で、働いた時間がですね、9時から19時まででした。休憩が90分ありましてね。結構9時から19時。そうだね。かな。いいな。いいかな。普通かな。はい。で、そこに来たメンバーは私一人だけでした。なぜかね、来たのが二人、私と、向こうの社員が二人と、なんか社長になる人が、フランチャイズになるのかな？よくわかんないですけど、ちょっとそのくらい人いましたね。おっと、まずい。で、業務内容なんですけども、案内業務内容の自販機の使い方を説明するんですよ。僕はもつ煮の方任されたんですけど、もつ煮って、一種類しかないんですよね。二 種類も三種類もないのに、なんかもつ煮を、お金一つ千円単位でしたね。一回千円しか使えないんで、二千円って同時に入れられない、自販機だったんですけど、それを千円入れまして、で、スクリーンがあるんですね。商品の、並んであるとか、写真があるところを押すんじゃなくて、スクリーンを押して、その後、買うっていうボタンを押すと自動的に出てくるっていう、そういう内容でしたね。それを説明する。最近のね、ハイテク、全然僕らがね、やる、よくあるじゃないですか。スタンドなんかでやるタッチパネル式だとか、回転寿司のタッチパネルだとかっていうの。ああいうの、慣れちゃえば、そんなのままごとレベルなんですけど、高齢者の方ってこういうのね、教えるの難しいんですよね。ずっと自販機見ちゃったりしちゃったり、めんどくせえなとか言っちゃったり、札の入れ方もね、悪かったら、なんか、また出てきちゃったりするんでね。ちょっとね、これにはね、やっぱ人間性感じましたね、私もね。はい。で、もつ煮購入した人にはね、長ネギ3本あげてました。これがね、なんか狙いで来てたっていう人もいたかな。結構まとめてね、3つ買ったらネギ3本って言って、3000円かかっちゃいますけどもね。はい。なんか、ネギがもらえるっていうので、なんか負けになってましたね。で、ネギがなくなっちゃうといけないんで、オリコンの中にね、ネギを補充する作業もやりましたね、あとね。ちなみに餃子の方はですね、キャベツを1個。1ケース10個入ってましたね。それを、購入したら餃子あげてました。はい。でね、一緒に働いた人ですけど、私の方、2人いたんですね。1人男性のスタッフがね、とっても丁寧な方でね、九州男児だったんですよ。で、僕も九州の方とね、結構仲のいい方何人かいたんですけども、結構なんか話の仕方結構、非常に綺麗な、丁寧な営業マンの方でしたからね、丁寧に接してくれて、結構九州の話でね、僕も別府の方に行ったことがあったりだとか、醤油がダラダラっとした甘い醤油ですねとか、あと鶏の天ぷらは僕が食べてきましたよとかね、結構そういう共通の話題するとね、盛り上がってね、一緒に仕事しててね、とっても楽しかったです。でも、面白かったのは、女性スタッフなんですよ。福島って言ってましたね。東北系、言っちゃいましたけど、東北女性、福島の女性って、ちょっとイケイケ系の女子なんですよ。なんかトラックの、なんか運転もやってたって言って、結構 YouTuber の方でもトラック系女子っているじゃないですか。あんな感じのね、女性で、なんか言葉もハキハキしていて、結構ギャグなんかも言ったり、なんて言うんでしょうかね。一緒に話してるととにかくね、もう話題が尽きなくて楽しいんです。そういう人いません？なんか。あ、そうだよね、とかって。そうね、鼻歌歌ってんですよ、なんか 作業してる時に、ネギをだから袋に入れたりだとか、やってる時に何歌ってたんだろう、よくわかんないんだけど、結構この女性スタッフね、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、一緒に話をしててね、結構盛り上がりました。はい。この3人でね、仲良く自販機の促進業務をやってました。
はい、それでね、もらった給料なんですけども、まあ、このくらいの金額、まあ、9時から7時です。90分の休憩で9200円だったら、まあ、悪くはないと思いますけどもね。何よりも、スキマバイトっていうのは、お金よりも、自分の休日の日を楽しめるっていう要素もあるので、お金よりも、なんか一緒に働いた、その女性が、なんか面白くて楽しかったとか、面白いお客さんが来てね、一緒に楽しく会話できたっていう、まあ、そういうのもね、楽しみの一つって言えば一つかもしれませんけども、まあ、ただ一つですね。ちょっとしたストレス発散になるんですよ。それでまあ、9200円もらえたっていうのはね、いいんじゃないのかなと思います。ちょっとね、変な裏話なんかもね、異様なことあったんですよ。なんか、子供が隣のその脇ね、川でね、鯉を釣ってて、その鯉をなんか、なんかいろいろ知ったんですよね。まあいいや、そんなことは。はい。とにかく9200円でした。一応報告しますね。今回ね、まあ、餃子ともつ煮の自販機を全国チェーン店展開している、まあ、会社で働いたんですが、まあ、そこの会社も日本全国を主要するね、会社でね、まあ、こういう会社ありますよね。例えば、イベントの会社だとか、あと、なんつうんですかね、まあ、チェーン店の会社、もしくは、まあ、事業所結構いるじゃない、あるじゃないですか、大手の小売でも。で、今回みたいなのは、もう、短い期間であそこの店舗、ここの店舗開拓、あそこの店舗の開拓って言って、まあ、そういうチームはですね、日本全国主流して、まあ、いろんな地域で餃子と、もつ煮を販売してるという自販機。まあ、その周遊、まあ、そうですね、日本でいろんなところ行ってるらしいんですよね。まあ、その女性スタッフさんとね、話してるときに、僕、いろんなことを聞くんですよ。どこの料理が美味しかったですかとか、どこがやっぱり嫌いな県ですかとか、どういう、どこに行くと人間性がいいですかとか、まあ、僕も知りたいんでね、僕も日本全国周遊したことがないんでわかんないんで。で、まあ、ちょっと印象に残ったことね、二つあったんで、これちょっと話したいと思います。これね、一番好きな県どこですかって聞いたんですよ。そしたら何て言ったのかと言ったら、その女性ね、四国って言ったんですよ。四国、だからまあ、高知とか愛媛とか香川ですよね。あそこが一番いいって言うんですよ。まあ、その代わり、なんでか知らないんですけど、なんか男性がね、もう、気さくなって言うんですよ。四国の人たちは。よう、元気かよ、とか。よう、今日トラックからね、朝ここを出勤するとき見てたぜ、とかって言って、こう、いかがですかって声かけると、いろいろなんかこう、会話をしてくる気さくなね、男性が多くて、結構楽しかったって言うんですよね、四国のね。で、逆に怖かった、男性が多かったのは逆に四国だって言うんですよね。まあ、極端ですよ。面白いんだけど、怖い人も多かったっていうのが、まあ、その女性スタッフの言うのには四国だったんですね。で、逆に、一番嫌いな県はどこですかって言ったら、ちょっと、無言になっちゃったんですよ。その女の人。実は、わかりますよね。私たちが売ってるのは餃子ですよね。餃子だったら餃子を売りにしてる、あそこの県のあそこの町ですよ。うんと言いましたところ、思ったらやっぱあそこですよね。まあ名前は避けましょう。一番嫌いな県はね。で、まあ僕ね、そこの餃子屋さん、僕なんかもやっぱり小売りで働いてるとき、やっぱり屋台みたいな感じで、まあイオンさんだとかね、アピタさんだとか、ドンキホーテさんなんかにね、この餃子の人たちね、まあ、販売に来ていましたけどね、あれなんだ、フランチャイズなのかな、うん、やっぱりそこの県はですね、餃子になんかこだわりがあるみたいで、そこでやっぱり餃子の自販機を行くと、なんだよ、てめえんとこの餃子よ、おめえんとこの餃子、なんだ、こじゃねえのか、キャベツ入ってんのか、あれに、ニンニクは入ってんのかと、やたらね、あれが入ってんのか、これが入ってんのかと、いちゃもつけてくる方がね、結構多かったっていうことで、まあそこの女性スタッフ、嫌な思いを相当したみたいで、もう二度と行きたくないみたいなこと、二度とはって言ったかな、行きたくないみたいなこと言ってました。やっぱりね、商売がね、やっぱりそういうやっぱこだわりがあるところはそういう風になっちゃうんじゃないのかなと思いましたね。はい、いや、まあ今日はこんな感じでね、終わりにしたいと思います。